6月の6日ですね。今日は、安定した天気になります。スコールがないのでね、とても安心なんですけども、今ちょうどね、カナダのスコットと、すれ違ってお互い手振って挨拶しました。ちょっとね、無線で話できなかったんですが、すれ違ってね、手を振りながらねすれ違いました。こういうのは楽しいですね。13日ぐらいですかね、着くのが。で、これからアップインドでタクタクですが、とにかく、ご覧のようにですね、フォイル艇は、マニューバーが多すぎます。タックのマニューバーも、26項目ぐらいありますので、とにかく芋科のフォイル艇は、タックするにもいろんな作業があるなと思いまして、つくづく毎回毎回、タックも簡単じゃないなと思いながら走っております。でもね、体元気なのでこれから頑張ってね、とにかく安全に、レサーブルまで帰りたいと思います。皆さん頑張りましょう。それではチャオ。